ゴルゴンゾーラ伯爵。僕は沖縄に住む高校生。今、那覇空港に向かう電車に揺られている。おじさん、お盆の初め、おじさんは導かれるように亡くなった。おじさんには幼い頃からお世話になっていた。子供の頃はよく一緒に並んで釣り竿を垂らしていた。おじさんは特に釣りがうまいわけでもない。だけどまるで子供のようにワクワクした目で見つめていた。釣りはな、釣れなくても楽しいんだ。どうして？餌に何が食いつくかどうかはわからない。食わないかもしれない。食ったら食ったでタイが釣れるかも。わからないことが楽しいんだ。こんな餌でタイが釣れるわけないよ。まあ味用の餌だからな。だけどな、釣れるまではわからない。人との出会いもそうだ。どんな出会いがあるか人生はわからない。よくわからないや。今はそれでいいよ。気長に待とう。釣り糸を垂らす時間はせいぜい夜までだけど、人生は80年ほど。出会いはいくらでもあるさ。おじさんはいつもそんなことを言っていた。また釣りに行きたかったんだけどな。おじさんのことを思い出すと涙がこみ上げてくる。そんな思い出に浸っていると駅に近づいてきた。念のため財布をチェックしようとカバンを漁ると、あれ財布がない。家を出るときはあったのに。僕は焦りを抱きつつも探すが、どこにもなかった。このままではおじさんの葬儀に行けない。両親は仕事のこともあり、すでに与那国島に行っている。今から頼める親戚もいない。というかこの時期は行楽シーズンともあり、飛行機のチケットは高い。チケット代は当日券でも6万はかかる。仮に一緒に行ってくれる親戚がいたとしても、果たして6万も出してくれるだろうか。なんとか探さないと。焦りと悲しみで涙が出てくる。あんなにお世話になったおじさんに最後の別れもできないのか。それがあまりにも悔しかった。君どうしたのかね。そんな僕に60代後半くらいの男性が声をかけてきた。財布をなくしてしまって、お騒がせして申し訳ございません。財布には何円入ってたのかい。6万ほど。それと飛行機のチケットも入ってました。そうかい、それは辛かったね。今日はおじの葬儀で、おじにはよくしてもらってて。僕は焦りもあってか言葉がうまく出てこなかった。自分でも何を言っているのかはっきり覚えてないくらいだ。そうか、わかった。私が飛行機代を出そう。え？ほれ、6万だったろ？そんなわけにはいけませんよ。見ず知らずの人にお金を借りるなんて。いいんだよ。そんなことより、ほら、もう駅着いたよ。そんなこと言われても。断ろうとすると、おじいさんは無理やり僕の手に6万を握らせた。そして、背中を押して電車から降ろされた。早く行きなさい。おじさんの葬儀に行くんだろ。ありがとうございます。このお金は必ず返します。分かったから、さ、早く。僕はおじいさんに感謝しながら空港に急いだ。その後、飛行機に乗って無事与那国島に着いた。無事葬儀に間に合った僕は、今日会ったことを母に話した。そう、それでその人の名前は？あ、急いでいたから名前を聞き忘れた。そんなことだろうと思った。どうするつもりなの？どうしよう。こう言っちゃなんだけど、探すのはほとんど無理だよ。正直、彼が沖縄県民なのかどうなのかもわからない。もしかしたらたまたま旅行に来た人かもしれない。日本人にしか見えなかったけど、海外に住んでいるって可能性もある。そうだけど、やっぱり簡単に諦めたくない。どうして？あのおじいさんは僕とおじさんを最後に会わせてくれたんだ。その出会いはやっぱり大事にしたい。偶然かもだけど、おじさんがおっちょこちょいの僕に与えてくれた出会いだと思うから。そうして僕の名前も知らないおじいさん探しが始まった。那覇空港の近くで聞き込みをしてみたり、張り紙をしてみたり、とにかく思いつく方法は全て試した。だけどおじいさんは見つからなかった。やっぱり個人で見つけるのは限界があるか。諦めて僕が帰ろうとすると、この張り紙は君が書いたもの？はい、知ってるんですか、おじいさんのこと。知らないけど、
それ以前に君、市に許可もらったの？え、もらってないです。張り紙は許可が必要。今回はおじさんが取っておいたから。はい、すみません。で、おじさんが取ったって？ああ、僕はこういうもので。名刺を見ると地元の新聞記者の人だった。たまたま君の張り紙を見てね。僕が君のことを探してたってわけ。そういうことですか。ありがとうございます。そこでね、僕でよければ君に協力できたらと思ってね。本当ですか。ありがとうございます。こうして僕がおじいさんを探していることは記事に載った。そしてほどなくして学校に電話がかかってきた。彼は東京から観光に来ていたらしい。その移動中に僕と出会ったというわけだ。しかし、お久しぶりです。ああ、本当に久しぶりだね。あなたにお金が返せてよかった。本当にありがとうございます。いやいや、そんなものより君との再会の方が価値があるさ。なんせあいつの甥っ子だったんだからな。そう、彼は叔父の小学生時代の先生だった。現在は東京で先生をしているが、たまに沖縄に旅行で来るそうだ。僕はおじいさんにお金とちょっとした記念品をプレゼントした。そしておじいさんとおじの思い出の場所に行った。でもおじが言っていたことが、おじいさんからの受け売りとは。あいつに釣りを教えたのは私だからね。本当にびっくりしましたよ。でもそのおかげで再会できた。あはっ、釣り糸でできた縁か。それも悪くないね。ええ、それもどれだけ離れても切れなかった丈夫な縁です。おじが残してくれた縁をこれからも大事にしていこうと思ってる。出会いは釣りのようなものだ。誰と出会えるか釣ってみなければわからない。中には毒を持った嫌な出会いもあるかもしれない。うわ、エイだ。毒には気をつけるんだよ。でもそれも人生と笑っていこうと思うんだ。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。